現代の日本にはですね、議論が不足しているためだと思うんですけども、みんなが希望していることがちょっとずれてですね、こう何か出てくるという、そういうものがあるわけですね。まず秘密保護法にしても集団的自衛権にしてもですね、必要といえば必要なんですが、なんかずれてるなっていうのがあるんですね。それと同じようにですね、ここでちょっと取り上げますのは、道徳教育なんですね。で、道徳教育っていうのは、みんなが必要だと思ってはいるんですね。しかし、ちょっと違うなという感じなんですね。子供たちや日本社会はですね、荒れた道徳の中に住んでいるわけです。20年前に起こりました愛知県の中学生のいじめによる自殺ですね。これは今になっても解決せず、2014年に起こったスタップ細胞のいじめによる笹井さんという非常に優秀な科学者の自殺につながっております。もちろん政治家とか官僚の利権争いとかですね、それから若い人のだらしない態度、年配者も負けてはいないでですね、みっともない公衆道徳のない集団というのがよく目につくわけですね。確かに日本はかつての誠実さ、正直、礼儀という社会を失ったと思うわけですね。で、だから道徳教育は大切だなと思うんですけども、それをやろうとすると、実は愛国教育という方向が出てきちゃったんですね。要するに国を愛すること、つまり日本国のために命を捧げるという、昔型の道徳の基本が最初にあるんではなくて、多くの日本人が望んでいるのはですね、社会に住む日本人がお互いに守るべき規範なんですね。それは一回でも、文章にする必要があると思うんですね。今の自民党が進めているその道徳教育って悪くはないんですけども、国を愛すれば道徳、社会に道徳が行き渡るという感じを言いますからね、これはちょっと危険だなっていう感じがみんなにして進まないんですよね。私はですね、例えばかつて、教えていたこと、夫婦は愛し合い、兄弟は仲良く、友人を尊敬して社会道徳を守るということを教えていたわけですね。ところが今ではですね、むしろ夫婦は喧嘩がもう日常的であると、兄弟は無視するんだ、友人は使い捨てろと、外では道徳は守らなくていいと教えているような感じなんですね。ですから教室で麻雀をしている子どもを注意すると、なんで麻雀がいけねえんだ先行と、こういうふうになるわけですね。これ本当にある話で、世の中はですね、何してもいいんだっていうに言ってるわけですから、それは高校生がですね、生半可な知識でなんで麻雀がいけねえんだって言ってもいいわけですね。私たち大学の工学部なんですけども、実験が非常に遅れている学生とか、実験が長引いた学生を夜の8時頃まで残してやらせるとですね、直ちに親から大学へクレームが来ましてね、なんでそんな長くの残すんだと、なんか労働なんとか違反じゃないかと、こうなってですね、もう遅れてる学生、卒論いい加減でも出さなきゃいけない、そんなのはもう学生の間にすぐ評判が広がってですね、もう何でも大学にクレーム言ったら大丈夫なんだ、大学はなんでそれに従うかというと、マスコミがですね、必ず学生側の立場に立つもんですから、大学は被害を受けるんで、事なかれ主義を取ると、こういうことなんですね。朝日新聞が一番ひどかったんですけども、必ず先生が悪いということになるわけですね。つまり、NHK 朝日新聞自体はですね、嘘をついても良い、自分の視聴率、購買を上げるためには何をやってもいいということを続けているので、自分たちもそういう感覚なんでしょうし、社会もそう受け取るわけですね。私がここで言いたいのは、その道徳というのはみんなが必要としている。それがですね、愛国から入らずにですね、社会のお互いの約束から入ることはできないだろうか。誰かが一行でも書いてもらいたいとこう思うようなもの、それを書きたいということですね。しかしそれはもうおそらく書くとバッシングされるんですよ。そうなりますとね、どうしても愛国と言いますとやっぱり天皇陛下万歳になるわけですね。それは天皇陛下万歳になると結局日本軍を作ることはできない、つまり、これは怪しいということになって、どん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 悪いことに行くと、こういうふうになるわけですね。私がですね、ここで数行その新しい道徳、
日本の社会で合意できそうな道徳をちょっと書いてみたいと思うんですね。私たち日本社会でお互いに守るべき規範、愛国は入ってませんよ。まず第一、人との約束は守るようにしましょう。こう言いますとね、まあこれは冗談じゃないんですよ。自民党が、民主党が反対します。民主党が、だって民主党は約束を守らないで政権取ったんですからね。だから人との約束は守るようにしましょう、いやこれはとんなのダメだって言うでしょうね。私はこれ多くの日本人は賛成してくれると思うんですけどね。2番、多様性を認め、お互いの人権を尊重しましょう。これはもう自民党と官僚が大反対しますよ。だってクールビズってですね、5月1日とか6月1日になると一斉にネクタイを外さないといけないとかね、お腹周りが85センチとかなんか知らないけど定規で測って、メジャーで測ってですね、それ以上の人をなんか罰するとかですね、まあ、あらゆることを規制しようとしてるわけですから。だからこれはまあそれは規制することによってお金が儲かりますからね。だから自民党と官僚が反対するでしょう。嘘をつかないようにしましょう。ちょっとこれ NHK が反対するでしょうね。もう毎日嘘ついてるわけですから。日本を大切にしましょうっていうと朝日新聞が反対するでしょうね。まあ、日本は貶めた方がいいっていう方針でやってきましたからね。それから公共の場所では服装、態度、言葉を丁寧にしましょうって言いますと若者は反対するでしょうし、まあ、老人クラブも反対すると思いますね。あの老人の団体を見てますと本当に服装は汚らしい、態度は横柄だ。集団の時ですよ。老人お一人の時はそうでもないんです、まあ、そういう集団が目立ちますね。家族を大切に愛し合いましょうっつったら女性団体が反対します。ニコニコ離婚とか言ってますからね、離婚が自由にできることが女性の権利だなんつってますから、それはそうなんですよ。だから夫も妻もですね、もし夫婦がうまくいかなくなったらそれは誰でも離婚ができるんですが、ただその前にですね、家族を大切に愛し合いましょうってことは大切なんじゃないかと思うんですね。この今6項目私書いたんですが、おそらくですね、日本社会で基本的には誰も反対しない。しかしこれはどこにもないんです。この文字が教育現場にもないんですね。で、愛国だけがあります。道徳っていうのはですね、国を愛するっていうこと以前にですね、私はお互いの約束を守りましょう、多様性を認めてお互いの人権を尊重しましょう、嘘をつかないようにしましょう、日本を大切にしましょう、公共の場所での、まあ、公衆道徳を丁寧に守りましょう、そして家族はお互いに大切にし愛し合いましょう、まあ、こういったですね、まあ、基本的な道徳がまず社会で合意するってことですね。合意しなきゃいけないと思います。私この前ね、新幹線乗っておりましたら、いつも新幹線の悪口ばっかり言ってるんですが、実はそこに社会が凝縮して出てくるからですね。なんで私がですね、座席のゴミを片付けるのは構わないけれども、なんで放送で呼びかけなきゃいけないんですか、座席をきれいにするというのは一応基本的には、JR の責任じゃないですかと。レストランに行って片付けなきゃならないレストランもありますけども、大体普通はお金を取ればレストランの食べ残しはですね、お皿を洗ったりするのも店の方の仕事ではありませんかと。ここは JR はどうなってるんですかと聞きましたらね、JR の車掌はですね、それは JR の責任ですと言いました。そこで私がですね、それじゃあなんで放送で、座席を片付けてくださいというふうに呼びかけるんですかって言ったら、マナーですって言うんですね。マナーを、JR はお客さんに対してマナーを呼びかけるんですかとか、まあ、こういうふうに言ったんですね。いや、実は私はちょっと気持ちが違ってですね、まあ、座席を片付けるのも必要かとは思っております。ただですね、もっと大切なことを合意できないで、つまりここに言った約束を守る、多様性を認める、嘘をつかない、日本を大切にする、公衆道徳を守る、家族が愛し合うといった、そういったですね、本当に大切なことも文字にして合意できないんですよ。この6つが合意されてるということはないんです。私教育現場にいますけども、これを学生に言えないんですよね言えないんですよ。合意してないから、私の考えで教育するわけいかないんですね。社会で合意してないっていう、そういう状態なんですね。まあ、私はですね、今道徳教育が必要なことは大切ですが、今自民党が進めている愛国というのを中心に道徳教育を組み立てるのは、私はちょっと疑問がありますね。